上久さ至る、上久さ至る、上位新、1899年12月29日から1992年5月14日は、中華人民共和国の軍人、政治家、副総参謀長、国務院副総理を歴任、中華人民共和国元帥、新末の四川省ゴー県、厳重警視豪ー区ククレナダチンで貧農の家庭に、生まれた、 54運動時、現地の学生愛国闘争に参加した。1919年末、フランスに、近郊見学。1922年末ベルギーの大学で科学を学び、同年8月、旅を中国少年共産党、後に、中国社会主義青年団旅用支部に、会唱に参加した。1923年春、中国共産党に入党し、 旅王社会主義青年団執行委員会委員、訓練部副主任を務めた。第一次国境合作後、国民党の中パリ通信所所長。1924年9月、モスクワに移り、東方勤労者共産大学に入学。1925年2月、ソ連の赤軍学校中国班で、軍事教育を受ける。同年9月に帰国し、 候補軍艦学校政政治治部秘書兼政治教官となり、国民革命軍の政治工作を担当した。1926年3月、中山間事件発生後、周恩来党と共に、小解析への対抗を主張した。7月、中共ト東クイ軍委特派員に任命され、北伐戦争に従軍。北伐軍が部将を占領した後は、中共湖北省委軍委書記に任命された。 1927年5月、中京湖北松井軍医は、中京中央軍事部に編入された後は、軍事部に勤めた。1927年7月中旬、州恩来により、中京前敵軍医初期に指名され、急行で武装放棄を準備した。8月1日、南昌期義中、馬海霊地区において、長発系率いる、第25市の二個団。 連帯で企業組織し、企義軍第11軍党代表に任命された。企義軍が、関東寺を安山、東地区で失敗した後、香港に移った。同年12月、公衆企義に参加。企義失敗後、幼長と共に撤退を決定し、革命武装勢力を保持した。1928年、中共関東省委軍一書記、中共順次課省委組織部部長に任命された。 1930年5月、上海に移り、中国共産党中央特化と中国共産党中央軍事委員会の工作を担当した。1931年1月、中国共産党中央軍事委員会参謀長に任命。1931年末、中央ソビエト区に入った後、中国高農公軍総政治部副主任に任命され、 中華ソビエト共和国中央執行委員に選出された。1932年3月、中国高能皇軍第一軍団政治委員に任命。同月21日、中央革命軍事委員会に電報を打ち、毛沢東の皇軍主力を国民党の支配が薄弱な東北地区に展開するという意見を指示した。4月、昇州戦役を指揮し、勝利した。 招集駐留期間、毛沢東が制定した都市政策と規律を執行し、皇軍の政治的影響力を拡大させた。同年冬、軍団長林漁と共に第四次、第五次単、過去遺送作戦に参加した。1934年10月、調整に参加。調整中、敵の第四道風鎖線突破時、林漁と共に優勢な敵の進行に抵抗し、 中央軍事委員会重隊等、皇軍の将校とかを援護した。1935年1月、中共中央政治局拡大会議、準議会議において、毛沢東の主張を支持した。近際通過後、中央皇軍先遣隊政治委員に任命され、司令員、劉白昌と共に、ダーリャン山遺族居住区を通過して、強皇とかし、西岸皇軍の露帝京奪取に行応した。 その後、林表と共に、クレナ一軍団を率いて小口を占領し、抗軍主力の前進路を打開した。クレナ一、四方面軍の会合後、超国党の分裂活動に反対した。戦北到達後、ラッチンと統制、生成戦役に参加した。1936年11月、山城保戦役を指揮。12月、中共中央革命軍人委員会委員に任命。 日中戦争勃発後、八祖寺軍第百十五市、副市長、政治委員に任命され、市長林表と共に、平型関戦闘を指揮し、日本軍の河北方面軍第五師団の一部を撃破した。1937年11月、進むさつき軍区司令委員兼政治委員に任命され、第百十五市主力と、統制幹部約三千人を率いて、進むさつき変区に、 敵広報の後日ネイスエッジを確立し、遊撃戦を展開した。11月下旬、約2万の日本軍が、審査式変更を包囲した時、遊撃戦を展開して退却せしめ、部隊を約2万人まで発展させた。1938年2から7月、平岩、平安、翔太鉄道に対して、3次の襲撃戦を指揮した。この時期、祈祷、平成、 平北た党の高日根エチに部隊を派遣した。同年10月、中共第六回六中全会主席団は、進むさつき変区を、模範抗日根エチと統一戦線の模範区と、称賛した。1939年4月、八祖寺軍第120、市の協力の下、主力部隊を指揮して、大龍下、刈宿戸掛、オードレ及び、 スすむさつき編句当期反相統作戦に勝利した。そのうち、カリヤドガケ、オードレイの戦闘では、日本軍の独立混成第二旅団長、安倍則秀中将を選出させた。同年、抗日モハンネスへ地震殺意編変句を執筆した。1939年までに、すむさつき編句は72件、人口1、200万に発展し、部隊は31個団、連隊。 約10万人を要し、民兵党地方武装勢力は数十万人に達した。1940年8月、八祖寺軍総部の命令により、百団大戦に参加した。39個団と地方武装勢力による、翔太、津浦、兵官、北安市、総市、総歩等、鉄道、道路に対する襲撃を指揮して、下北の重要燃料基地である、 政経炭鉱を破壊した。1941年秋、約7万の日本軍による、北岳、平成ネスエチに対する相当作戦時、党、政・軍機関約1万人を率いて、包囲網から脱出した。1942年、ネスエチが日増しに縮小する、状況下、公的後の敵後挺進の闘争方針を提出し、遊撃戦を展開した。 1943年までの6年間で敵の十字の包囲及び相当作戦五時の治安強化運動を挫折せしめた。1943年秋、延安に移り政府運動に参加。1945年4月、中国共産党第七期中央委員に選出された。同年8月11日、中共中央の全面反抗指示に基づき、 ススむサツキ軍区部隊の対日反抗作戦を部署し、チャハル、玄華北省と内蒙古、熱華省、玄陵寧省、華北省と内蒙古全域、華北省の大部分、三省、水園、玄内蒙古、陵寧省の一部を解放した。対日戦勝後も、ススむサツキ軍区司令院建成人員、中共ススムむツキ中央局初期に留任した。中中央の意図に基づき、 進むさつきの部隊と幹部を東北部に抽出した。1947年4月、翔太戦役を指揮して国民党軍約3万5千人を撃滅し、翔太寺沿線七市及び整形党の重要航空を攻撃し、進むさつきと進むキロ予戒方区の連携を達成した。同年11月、西風天戦役で勝利した後、石火総戦役を発動した。 1948年5月、河北軍区司令員、中共中央河北局第3初期に任命。同年3から9月、前後して、殺南、水東、熱西、北東、北北、水炎等の戦役を組織して、約5万6万1人の敵軍を撃滅し、東北人民解放軍の作戦に抗応した。大辣戦役発動後、1949年1月、 中共中央の決定に基づき、林表、羅久志官と共に、大辣前線総前的委員会を組織し、東北野戦軍と下北軍区部隊の作戦を統一指揮して、国民党軍約52万人を撃滅した。この間、和平交渉に参加し、北平、原北の平和的解放を推進した。2月、大辣栄樹司令を兼任。9月、 北平市市長県軍事管制委員会主任に任命され、平津地区の社会秩序を迅速に整備し、国民党軍下北総司令部所属25万人を編入する任務を完遂した。1949年6月、人民解放軍副総参謀長に任命。1950年初めには、除無期前、総参謀長がモスクワで病気療養のため、 総参謀長代理となり、人民解放軍による西南地区と東南沿海当初の解放、国民登山予勢力と土肥の粛清、中国人民志願軍の朝鮮戦争派兵を組織した。1952年には、ウランフと共に、チョイバルさんの葬儀に参列した。しかし、同年9月に激務で倒れ、1953年には、 総参謀長代理を辞任して休養した。1954年、中央人民政府人民、革命軍人員会副主席を任命され、軍の武器、装備工作を主管した。1955年、中華人民共和国元帥の階級と一級八十一、勲章、一級独立自由勲章、一級解放勲章を授与された。同年7月、中共中央により、 原子力事業を指導する三人少組の成員に指定。1956年4月、国務院航空工業委員会主任。同年10月、国務院副総理及び科学計画委員会等、組初期に任命され、科学技術工作を主管した。1958年、国防科学技術委員会主任、国家科学技術委員会主任を兼任。 1959年、中共中央軍人員回復主席となり、先端兵器の研究工作を主管した。これに先立つ1956年、1956から1967年科学技術発展円形企画要項。草案を制定すると同時に、12年科学企画の国防需要に対する研究項目に関する意見を、起草し、武器、 装備の研究目標を明確にした。1960年代初めの中祖対立により、ソ連人技術者が帰国し、技術援助が一切停止された状況下において、1960年7月3日と1961年8月20日の2回に、渡り、独立自主、自力構成を基礎として、ミサイル、原子爆弾の開発を継続することを、 中共中央と毛沢東に報告した。文化大革命中、林彪、後世藩革命集団と闘争したが、二月逆流成員とされ迫害された。1969年夏、毛沢東、周恩来の委託を受け、陳域の主催の下、と、要県営、除無期前頭と共に、国内外情勢を研究し、対外工作を打開するための戦略性意見と、 議を提出した。中共第7回第12回中央委員、第8回、11中前回補選、第11回、第12回中央政治局委員、第4回、第5回全人大常務委員会副委員長、第1第3回国防委員会副主席。1983年6月、中華人民共和国中央軍事委員会副主席。 1987年11月、党内外の全職務から退いた。1992年5月14日、北京で死去。事実上最後の十大元帥であった。1940年8月20日、百団段大戦の成型単行襲撃時、上久し至るは、東大関村で戦災で両親を亡くした、加古いみ当時4歳と、ルミ子、当時1歳。 日本軍への引き渡し後に死亡姉妹を保護した。上久し至るは姉妹を手厚く世話し、同年10月、直筆の手紙と共に、日本軍に送り届けた。40年後の1980年、両者は北京で再会した。これが縁となり、囲い姉妹の故郷である、宮崎県都の城市と城の故郷である、重慶市ゴ津区は1999年に、友好交流都市になっており、 2007年に、恩加宝首相、当時から来日した際に、日中友好の手本としてこのエピソードを紹介している。娘の上知からは、国防科学技術工業委員会主任を務めた、抵抗工場省の妻であり、人民解放軍の女性軍人で最高位の中将まで昇進した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。